う、シャビアロンソ監督率いるレバークーゼン、今季の成績があまりにもバグすぎる。今季の成績、公式戦18試合17勝1分け、62得点1試合平均 3.44、14失点1試合平均 0.77、公式戦13連勝、公式戦18戦無敗、ブンデスリーが首位、EL グループ H 首位、ポカールハイベスト16進出。なお、サッキアロンソ就任前は降格圏内のチーム。クソ強くて笑う。これほんまにエグいな。バイエルンとだけ引き分けたのか。おま、監督としても優秀なんかい。どっかのシャビ監督と違って優秀。しっかりと名将になってくれた有能な方のシャビことシャビアロンソ。シャビ選手としてもエグかったのに監督としてもエグいんかよ、反則やろ。レアルがきっと待っているでしょう。なんとしてもアンチェの後任に確保しないと。いずれ世界ナンバーワンの監督になりそう。近い将来レアル監督就任ですね。どんなサッカーを表現してくれるか楽しみです。リバプール EL 取れないんじゃね。